1,2,3,4,5,6,7ここまで植えたいな。スーッと入るから、こうしないと土に根が抜かない。マジで掘れない外角から攻めていった方がいいですよ。おすげえ、すっげえ最高、めっちゃ大きい、最高めっちゃ大変だったいきなりこのサイズ出てきた。198円、 50g ぐらいあるかな。でかっ、おお。大丈夫なの？何味？芋味です。まあうまいですけど、俺これホイップが欲しいかもしれないです。あ、まあ、ちょっと芋。もさっとする感じ。芋芋しい芋が強すぎる感じですね。芋ちょっと増やして。あとちょっとこれはちょっと太いです。ああ、それちょっと大きい。で、芋となんかアーモンドみたいなの入ってます。アーモンド美味しいです。まあちょっとこれはお腹いっぱいで、ここ太いんで。皮食べてる。皮と芋を食べてるみたいな。あ、これぐらいの方がいいかもしれないです。なんか置いとくといいらしいです。なんか天日もしてないけど、外に掘ってすぐその日食べないで1週間ぐらい外に放置させておくと美味しくなるって、先生に言われたんで、今こんな感じです。11月20日のスタグルに生かす、あれめっちゃ細かいよ、要求。お願いします。いただきます。あ、結構大きいな、こういう目。あのね、よくよく言っていい本当に美味しいもの食べた時ってね、喋れないでしょ。あ、もうちょっと芋少なめでいいかな。わかんない。今マーマレードも今日食べれなかったかもしれない。あ、でもさつまいものほんのり甘い感じが結構俺は好きです。はい。マーマレードジャムがかかってるところの芋との割合が俺は好きです。なんで私的な改良は。マーマレードジャムを塗って生地に塗って、っていうのじゃダメ。全然わかんないね。全然いきます。あ、ピーナッツバターが多いとうまい。少なめにして上にさつまいもトッピングする。中に入れるさつまいもちょっと、さつまいもペーストにできないですか？その上から見たこの写真はボロボロ の、 いや、そのカレーでいうじゃがいも人参で、実際にはルーにはちょっと溶けちゃってるみたいなので、いや、うまいですけど芋芋しいです。でもお腹いっぱいになる。なんかその芋とピーナッツのそのこってり感がかぶっちゃってるんで、どっちかはなしとは言わないけど、ちょっとかなり薄めて、主役はさつまいもとほんのりマーマレードジャムぐらいが俺はいいっす。俺はでもピーナッツのシャリシャリしてるなんか噛み応えみたいなのは個人的にはすごい好きで、ピーナッツバターじゃなくていいのかな
ただこういうのは子供はめっちゃ好きです。はい。ってな感じです。